はい、えー、それでは始めます。皆さんこんにちは。えー、どっちを選ぶプレミアムオアサイチャレンジということで少しお話をさせてください、えー。担当はレック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、まあお手元に B5 サイズの、えー、ガイダンスレジュメございましたら、えー、お手元にご用意いただければと思います。で、まあ一応画面にも出しますので。 もしお手元になければ画面をご覧いただければ OK であります。まあ、こんな感じになっていますえ。プレミアムオアサイチャレンジということなんですけどもまあこのよ、まあ、趣旨はですね趣旨は、えー、サイチャレンジ合格フルコースという、まあ、レックのまあ講座があるんですけども、まあ、その講座を受講されようか迷ってらっしゃる方ですねその方にちょっとアドバイスをしたいということになっています。なので、まああのー 特にね再チャレンジを検討している方ではなければね、まあ、その辺の講座に関しましてはそんなに興味がないかもしれませんけども、まあ、基本的な2021年に合格するための基本的な勉強の仕方等も話をしますんで、まあ、もしよろしかったらお付き合いください。でえっ、ー、とレジュメを持ってらっしゃる方は、うん、と4ページですね。えーまあ、最後のページなんですけどもちょっとこちらでですねあのー 見ておきたいんですけども、まあ要するにまあ2021年にですねの卓見本試験に合格するわまあしたいわけですね。で、えー、まあ前提として2020年の試験にはまあうまくいかなかったということがまあ一応前提になってますで,す、ね、でその方が2021年にどうしても合格したいというときにまず大事なことは、えー、まあスケジュールを大まかに立てましょうということなんですね。 でやっぱりそのある程度スケジュール感がないと人間はねあのなんていうのかな勉強したりしなかったりとか気が向いたら勉強するし、ね、で気が向かないとなかなか勉強しないとかいうことですとやっぱりね、えー、うまくいかないのである程度スケジュールを立てる必要があるんですね。であのまあマラソンとかとまあ同じなんですけども。 ある程度長丁場になるじゃないですか試験勉強というのはねまあ最低でもも三ヶ月で受かる人はあまりいませんからまあ短くても六ヶ月とかね六、えー、ヶ月から一年ぐらいのまあスケジュールでおたれて勉強する必要があります。そうなってくると短距離走ではないんですよね。やっぱマラソンのようにまあ長距離走になります。そうすると一時的な衝動で飛ばしてもですね。 疲れちゃって途中で、うん、あのリタイアしちゃうと全然マラソン完走できないですよね。ですからある程度リズムを持ってですねで、えー、規則正しくですねで自分のペースを守ってで最終的なゴールに向かって走り続ける必要があるですね。なのでどうしてもそのスケジュールを立てる必要があります。その時に、まあ、受験経験経がある方も、 合格を確実にするため、300時間以上の勉強時間を確保すべきだと言ってます。まあ、これはあのその通りなんですよね、えー、特に注意していただきたいことはですね。受験経験があるとある程度分かってるじゃないですか。そうすると自分はゼロから始めるわけじゃないんだから。だから、勉強時間はまあ,あのゼロから始める人に比べれば短くても大丈夫だろう。 そういうふうに考えていなくてもあのそういうあのそろそろ行動を見ているとそういうふうに見えるんですね。つまり勉強時間が少ないんですね。でそうすると、まあ、2年目のジンクスじゃないですけれども、えー、意外とですねあの1年目に結構いい点取れた方が2年目に うまくいかないというケースがすごく多いんですよね。ですからそこは油断をしないようにやっぱり300時間以上の勉強時間を確保してほしいってことなんですね。で、えー、300時間の勉強時間を確保するというのはまあ割とあのー、難しいんですよ。結構大変です。ちょっとここを見てください、えー。試験が10月ですよね。まあ、2021年もおそらく10月 だと思うんですねそうしますと試験当日から逆算して300時間の勉強時間を確保するためにもし1日1時間の勉強時間を確保すると考えてみると300日かかるわけですよ。300日って言ったら年を明けたらすぐです、ね、もう1月年明けたらすぐに勉強を始めないと300日確保できません。で300日間1日1時間。 でコンサントにきち,きちっと、えー、勉強するということはこれは相当大変ですよだって、えー、残業があったりとかねあと風邪ひいたりとかいろんなあの用事があるじゃないですか我々はねだから必ず毎日勉強できるとは限らないわけですよ勉強できない日が必ずありますそうすると1日勉強しなかったら次の日は2時間ですね 二日間勉強しなかったら次の日は三時間です。だから一日も休まずにね三百、えー、日間一時間ずつ勉強を続けるということはまあ普通は難しいです。だからバッファーを取る必要があるのね。例えば土日とかねお休みの日に少し時間がに余裕があるときにまあ二時間とか三時間という勉強時間を、えー、まああらかじめ確保しておいて。 で週に1日は勉強しなくてもいい日を設けないと300時間っていうのはなかなか確保できないです。でこれをですね、えー、勉強を始める時間が遅くなれば遅くなるほど、えー、勉強時間は一日の勉強時間は増やす必要があるっていうのはこれは誰でもわかりますよね。例えば、えー、5月からら勉強を始めたら 単純に一日の勉強時間は二倍になります。二時間です。ね、二、えー、日一日二時間の勉強時間で三百時間をこなすためには百五十日必要です。そうと五月になったら十月のでは百五十日なんですね。 ですから5月から始めると1日2時間勉強時間を毎日毎日1日も休まずに取らなきゃいけないもっと難しいですよね。これあの6月になっったらもっときついで,すでね、えー、長年卓研の講師やってみて思うんですけど忙しいはずの人まあ金融機関とか、まあ、不動産会社でもいいんだけど かなり忙しい人ですねいや本当にあに9時5時で帰れることなんかまずありませんとね大体、まあ、いい9時9時ですかね9時から始まって9時まであの働いてるぐらいがまあ普通でで休日もほとんど休めませんとかね、まあ、週に一遍休める週もあるし休めない週もありますとかねそういった忙しい人っているじゃないですか。そういういい忙しい人ほど 要は早くから始めないと勉強時間は確保できないですよね。ところが、まあ、長年講師やって思うのはですね、忙しい人ほど早くから始めなきゃいけないのに、忙しい人ほど後から始めるんですよね。で、いよいよやばいとか言ってですね、もう6月ぐらいになって、もうやばいとか言って、それでやっと勉強始める人が多いんですよね。でそうすると、とてもじゃないけど勉強時間確保できないじゃないですか。忙しいからね。 そそうすすると、そのの年試験は終わりなんですね。勉強時間取れないから受からないです。で翌年もまた同じ失敗を繰り返すという人がまあ例年いらっしゃいます。というかかなりかなり多いです。なので忙しい人ほど早く勉強を始めるそして特にスケジュールをしっかり組んで、ね、で忙しい人は直前の追い込みが効きません。だから、 早くから始めておかないと。つまり、えっ、ー、と、先行逃げ切りっていうのね。あのー、なんか競馬とか、あのー、なんかレースとかで、直、あの直前期にまくるっていうのありますよね。直前期に追い上げるっていうの、それができないんですよ、忙しい人はね。だから初めから飛ばして、で、もう初めから先行グループにいて、で、先行逃げ切りにしないと、忙しい人は受からないんですよね。 ところがその逆をやってしまうということがまあよく見られます。そこを注意してほしいですね。はい。えー、それからですね。えー、と勉強時間っていうのは机に向かって勉強する時間だけじゃないんですよ。ね。えー、机に向かって勉強する時間というのはとても貴重です。でもですね。あの休憩時間とか移動時間とかまあそういった細切れの時間をね。 うまくかき集めて勉強時間につぎ込むようにしてください。え、これが社会人の勉強の仕方です。あの学生とは違いますんで、やっぱりね忙しいですから。ですから極力細切れの時間を時間をうまく使うようにしてください。あのよく勉強時間を確保することに関しては、割と受講生さんから相談をいただくんですけども、まあ家に帰ってもまあ疲れてるしね。えー まあ子供ががんか、あのー、遊んでほしいから、まあ、あのまとわりついてくるとかねいろいろあるじゃないですかだから、まあ、一般的にフルタイムで一生懸命働いてる人が、まあ、男性でも女性でもね働いてる人が家に帰って勉強時間を確保できるとは思わない方がいいかもしれないです。なかなかかか難しいででですすすら移動中ですね 移動時間とかあるいはちょっと早く出勤してでまあ,あのどっかのカフェで勉強するとかねあるいはえ帰宅時間仕事が終わって直帰するんじゃなくてどっか予備校の自習室を使ったりとかあるいは、えー、どっかのファーストフードのお店で30分とか1時間とか勉強時間ちょっとねあのそこで勉強するとかでうまく工夫しないと、うん、勉強時間確保できないんですよ。 と思いますそれはぜひまああの参考にしてください、えー。それからですね、勉強を継続する環境づくりということなんですけども、タケ士試験に合格する上で一番大切なことは学習を継続することなんですよ。まあ当たり前だと思います。あのほとんどの人はですね、合格するために一番大事なことは勉強のやり方だと思っている人が。 多いんですよね勉強のやり方がわかんないと勉強してもしょうがないと思ってる人が意外と多いんですよそんなことはありませんあの勉強を継続さえするね、まとまった時間勉強さえすれば多少ですね多少効率が悪い勉強をしてようがないにしようが受かっちゃいますちゃんと勉強すればねそもそも、えー、勉強時間が足りない方が大部分です あのちょっと考えてみてくださいこれかなり大事ですでかなり難しいです。300時時間間の勉強時間を確保するといでこれができるかどうかがまあファーストステップっていうのかな。あのどんなに頭が良くてどんなに記憶力が良くて、まあ、ものすごく頭がいい例えばあの東大とかね、えー、京大とか。 まあそういいっったた、あのーまあ、言ってみみれば天才君みたいな感じ、ね、勉強が得意中の得意という人だったらひょっとしたら勉強時間短くても受かるのかもしれませんけど、ね、例えば、えー、そういった人は100時間で受かるとかね、まあ、そういう人も、まあ、いるかもしれませんけども、まあ、いわゆる凡人ですねいわゆる凡人であれば勉強時間とても大事です。ね、でしっかりした勉強時間を取る必要があります。で それさえできれば、それさえできればね、あのー、まあ勉強の方法がね、ちょっと間違ってる、あんまりいないですけどね。あの卓見は過去問って言うじゃないですか。で、二千二十年の卓見試験に失敗した方も過去問が大事ってことは知ってるじゃないですか。ね、だから過去問をしっかりとマスターすればいいわけですよね。過去問で問われているものは何なのか。ね、過去問の答えがわかる。 だけではなくてね過去問でこの問題で問われているのは何なの何なんだろうかということをちゃんと意識しながら過去問を繰り返してマスターしていけばまあ、普通は受かりますよ普通受かりますただそれには結構時間がかかるんですよねでその時間を確保できないのがそういうパターンが多いんですねだからとにかく勉強時間を継続することですねそれはとても大事ですで その時に、まあ、これもアドバイスなんですけど、ね、えー、やる気とか根性とか精神力とかそういうね当てにならないですそういったものは。あの頑張るんだ根性でやるんだとかねそういった気持ちは大事なんだけどそんなことに頼ってたらうん、うん、うまくいかないんですよ凡人はね。凡人は やらざるを得ない環境を作り出す。それがコツなんですよね。えー、容量がいい人っているじゃないですか。容量がいい人。仕事でもいるじゃないですか。容量がいい人っていうのは、自分がやらなきゃいけないように、うまく自分をコントロールできるんですよ。例えば、勉強だったら、えー、例えばね、うんと、勉強っていうのは、 まあ地味で辛い作業でね強い意志がないとその辛さを乗り越えることができないんですよだから強い意志なんてものにねえ持ってる人はあんまりいないじゃないですかみんなそれほどは意志は強くないですだからそういったものに頼っちゃいけないんですよね容量がいい人っていうのはそうじゃなくてえ例えばねうんとまあ学校に通うっていうのがありますねえまあ予備校に通うですね。 例えば、家に帰って、まさに疲れてて、眠くて、ね、ご飯食べたら、もうフラフラですよね、普通は。それで勉強するなんてことは、まあ難しいです。ところが、会社の帰りに、もう強制的に予備校に通うということをまあ、義務付けてしまう。ですねだから、この日は残業しないとかね、そうやって自分のルーチンにしちゃうんですね。そうすると、それは、 できななくはいいと思いますよ例えばね、えー、朝9時に会社に出社するとするじゃないですかそうするとほとんどの人は9時までにはタイムカードとていうかねあの自分の勤務先にはちゃんとつくんですよ。毎日遅れるって人はいないいなと思います、ね、それは9時までにつかなきゃいけないっていうふうに自分でもう決めてるからですよね。 それと同じように火曜日と木曜日は残業をしなるべくしないでで自宅に直帰しないで予備校に寄るということそれはできなくはないと思いますで予備校に行けば目の前に講師がいます講師が一生懸命喋ってます講師が一生懸命喋ってるのにあの眠いからといってこうやって寝ないでしょかわいそうじゃないですか しょうがないから聞いてますよねで聞いてると聞いてるとまあ、えー、眠いかも分かんないけど話聞いてるとある程度頭に入ってきます。で周りにはそうなってくると、まあ、自分もね居眠りしてるわけにもいかないだろうっていうことである程度まあ自分が勉強モードになってくるんですよね。そういうふうにまあ環境を整えるっていうのかな、まあ、予備校に通わなくてもいいんだけど例えば えっと通信講座の方もね、まああたかも通学しているように毎週何曜日と何曜日は何時から何時までは自分はね、もうとにかく通信講座を受講するという,うにあらかじめ時間をブロックしちゃうですね。そうすると、まあそれを毎日毎日通勤するように自分のルーチンにしてしまうっていうのは結構おすすめですね。まああのーまあ、私はね予備校の講師だから、まあ、予備校に通ってほしいと思ってるんですね。あるいは 予備校の通信講座を受講してほしいと思っているんですよ。だけど、別に、えー、予備校を使わなくても。例えば、えー、何,何曜日と何曜日は、自分は卓球の勉強をすると決めちゃ,決めちゃうんですね。で、直帰しないで、えー、なんかファーストフードのお店に必ず行く。でそこで、必ず一時間勉強しないと、自分は家に帰らない、ね。そうやって、なんか、自分をですね。う 根性とかやる気に頼らないで、もう勉強することを決めてしまうっていうのかな、まあそういったことは結構おすすめです。はい、えー、っとあの二ページ三ページちょっと見開きにしてみてください。で左側の方にプレミアム合格フルコースっていうのがありますね。これがレックの卓見のまあ中心となる講座っていうのかな、あの一番期間講座っていうのか、ちょうど中心の講座です。でこれと 右側に再チャレンジという講座がありますでえ今日説明したいのはこの「再チャレンジ」という講座を説明したいんですけども、えー、まあ,あのどこが違うんだっていうと一応「再チャレンジ」の方は、まあ、再チャレンジされる方向けの講座なので、えー、ちょっと工夫をしているところはあるんですねでただそれはですね。 その講義を受講している人はおそらくわからないぐらいのレベルです。あんまり変わらないんです。あの宅建試験って何をどこまでやれば受かるかるってことはもう大体わか,かってるんですねだからその教え方が違うってことはあまりないんですよ。ただまあちょっと違うのは、えーまあ、プレミアム合格フルコースの方は まあ、こんな感じになってましてまあ講座が始まってで本試験までの、まあ、講座の組み立て方がですねこれスーパー合格講座っていうのは、まあ、インプット講座といいまして、まあ、インプット重視ですねなのでこれが終わると今度は、えー、アウトプットからインプットへの講座になります。 アウトトプットっていうのは問題演習ですねで問題演習をしながら、まあ、インプットっていうのは、えーまあ、知識を入力する講座だか,だから問題演習をしてインプット知識の確認をするという流れになります。で,す、ねでえー、そのアウトプットとインプットをうまくこなせないっていうのかな。 そういう方が中にはいらっしゃるんですよね。で、えー、再チャレンジの方はそこを工夫してるんですね。ここは同じです。ここは同じ。この部分でアウトプットからインプットインプットからアウトプットこれをこれをですね常に同時にやっていく感じの講座にしてるんですよ。まあ、うまく伝わらないですよねあの なんていうのかな、えー、なるべく問題演習とそれからまあテキストのインプット部分をなるべく並行して、えー、勉強するような講座になっているんですね。ただまあ、えー、それ言われてもですね、受講されている方は多分気づかないぐらいだと思います。なのでまあそんなに大きな違いはないと思っていただいて構わないです。で、えっ、ー、とこのスバ合格講座というのは共通ですよね。 これがやっぱり一番大事な講座ですで、中にはですね中には、えー、去年このプレミアム合格フルコースを受けてでうまくいかなかっただから今年はちょっと変えて、えー、再チャレンジこっちの方を受けたいという人もいらっしゃると思うんですねその時にまたスーパー合格講座を受けるのかとね。去年受けたよね、もう今年はちょっと勘弁してほしいね。あれ結構ボリューム長いしねですごく まあ、あの時間取られるしもう自分はできればスーパー合格講座も1一回受けたから受けたくないっていう人もまあたまにいらっしゃるんですね。でそういう方のために再チャレンジの合格フルコースとスーパー合格講座というものをまあ一応分けてましてでこのスーパー合格講座を受けないでこっちだけでも、まあ、受けられるようにはしてるんですね。ただ、まあえー、できれば あの我々講師の立場からしますとやっぱりスーパー合格講座からなるべく受けてほしいいと思いますあのスーパーパ講座は基礎的な、えー、インプット講座なので、えー、基礎的な講座基礎的な知識はもう自分はあるんだからだからまた受ける必要はないって思う気持ちはよくわかるんですがでも、えー、スーパー合格講座の知識が しっかりと身についていればまあとっくに受かってるんです。そののくらいいスーパーパ講座でで勉強すする知識というのは非常に大事なんですねだからまあ、えー、2回目かも分かりませんけどもできれば受けてほしいというふうに思ってます。はい、えっ、ー、と1ページをちょっと見てください、えー。範囲を考えるということなんですけどもまああのー、うまくいかなかった。 という結果に対しては必ず原因がありますよね。で、自分はどうして2020年の時はうまくいかなかったんだろうっていうのはまあ多分ご自身で分かっていると思います。で、ほとんどの方が一番じゃないでしょうか。一番ですね。まあ結局いろいろ言い訳はあるんだけど、まあねちょっと舐めてたとね、あの勉強時間足りなかったよね。 まあ、はっきり言って努力足りなかったです、ね、今年はちゃんとやるよ。ね。まあ来年かね。2021年はちゃんとやるからねあの。今年はちょっと勉強時間取れなかったけどもまあちょっとなめてた。ねあの。もう次は同じ失敗しない。ちゃんとやるよ。っていうふうに分かってる人が多分大部分じゃないですか。ね。そういう人はですねまあ僕はこっちがいいと思います。 プレミアム合格フルコースですねやっぱりこれがベーシックな講座なので,で、まあ、プレミアム合格フルコースを受けたあの去年も受けたよっていう人はねあの、まあ、に去年というか2020年も受けたよっていう人は、まあ、別にあの最初アレンジでももちろん構わない,ですよ、まあ、いずれにしてもですね、えー、の自分の勉強のペースメーカーにもなりますんで、まあ、こういった講座は何かあの長めの講座を受けるのがいいと思いますペースメーカーにね。 でしかも去年あのこういったコースを受けている人は結構あの再受講の場合は割引が大きいじゃないですかレックの場合はかなり割引大きいですよねなので、まあ、あの長めの講座を受講されることをお勧めします通学でも通信でもそうです同じですでそうじゃなくて中にはですね十分にやったよっていう人がいるんですよ番番とか3番ですね ね、もう予備校の基礎的な講座受講しました。ね、で、えー、もう内容は理解できてるもう十分やったよっていう人ですねそれでもなぜか実際に問題解くとうまくいかないんだよっていう人もまあすごく少ないけどねいます。それからもう一点予備校に通ってないけど独学だけども十分勉強したよ、ね、十分努力したよと。 ね、努力したのになぜか結果に結びつかないんだよっていう人が、そうですね、まあ一割はいないですね、ほんの数パーセントです、少しいます。で、その方は何か歯車が噛み合ってないですよね。おそらくおそらくですね。 えー、勉強の仕方がな過去問が大事だから過去問を繰り返せ繰り返せって言われてもう過去問を何度も何度も回し続けた、ね。だけどもそれがよく分かっていない状態で繰り返してるからだからちょっとひねられると太刀打ちできないとかねあるいは、まあ、独学で勉強してたのでえー 頑張って勉強した割には結局分かってなかったかもしれない、ね、理解できてなかったとかね、まあ、そういった可能性もあります。なので、えー、かなり自分は分量的には勉強時間確保した、えー、十分に頑張った、ね、だけども結果が出なかったという人は再チャレンジがいいと思います。あの再チャレンジは問題とテキストを 並行してやるからですねそういう講座はまあ、プレミアムの方にはまあ、ないですかねただまあ、それもねあの受講されている方は何度も言いますけどもわかんないレベルですよあの例えばねプレミアムの合格フルコースであっても例えばねマスター演習講座とかデータ準必勝総求め講座ありますよねこれは アウトプットやってからインプットという順番にはなるんだけどもでもまああのー、普通の講師はね、まあ、僕も含めて普通の講師はでもやっぱりアウトプットをやってインプットさらにアウトプットインプットで交互にまあ並行してなるべく講座を組み立てるようにしてますんでだから結果的には大して変わりはないのが実情であります。 ただ、まあ、講座の構成がねあの同時にやるような構成になってますんでなので、まあうん、と問題の解き方を、えー、マスターするにはもしかしたら再チャレンジのの方がいいいかもしれないですねあるいはプレミアムの講座を一通り勉強してでまあ気分を変えたいっていうのもあるじゃないですか、ね。全く同じ講座よりはちょっと違った講座を受けてみたいとかね、まあ、そういった場合もありますよね。 まあそういった場合にも再チャレンジで問題ないと思います。はい。えっ、ー、とまあちょっとフローチャートみたいに作っておきましたけども、まあ通信クラスを検討されている方とまあ通学クラスを検討されている方でちょっと違いがあります。なぜかと言いますと通学クラスはえっ、ー、と渋谷と梅田と名古屋でないとやってないんですね。再チャレンジは。なので。 ま渋谷とか梅田とか名古屋に通学できるかどうかで、えー、通学クラスはちょっと変わってくるわけです、ね。で、あとは変わらないです。ね、あの過去にこういったコースですね、こういったコースを受講したことがある方であれば、まあ次は再チャレンジ、ちょっとあの講座を変えてみるってのがいいんじゃないでしょうか。ね、で、えー、特に受講したことがないのであればやっぱりベーシックなプレミアムの方がいいと思います。 で通学クラスを検討されている方で、で、えー、受講されたことがあるですね。なければこっちがいいですで。プレミアムとかパーフェクトを受講したことがなければ、やっぱりこのプレミアムがいいと思います。である場合に、まあ渋谷とか梅田とか名古屋に通学できるんだったら、まあ再チャレンジがいいかなっていう気がしますね。で、特にこあのここにはあの通えない遠いと。 いう方はやっぱり普通のベーシックなプレミアムがやっぱりいいんじゃないでしょうか。ですね。まあ、そんな感じで、あの講座の受講のまえ、あ、ら、あの受講される講座の選び方みたいなことはちょっと、えー、お話をしたんだけども、ただまあ、えー、あまりあまり講座によってガラッと変わることはありません。でまあ、今ちょっと話ししました。プレミアムとか再チャレンジとかあの？ 回数もほとんど同じです。再チャレンジのほが回数が少し少ないんですけども、でもあの一コマあたりの時間が長いんですね。だから結果的にはボリュームは同じです。でボリュームが同じだと金額も同じです。だから、えー、まあ僕のおすすめは、えー、ボリュームが大きい講座の方がまあペースメーカーとして有益です。 なるべく予備校に通うあの日数とかねあるいは予備校から予備校の,その、えー、DVD とかウェブとかね予備校で勉強する時間が長い方が、まあ、ペーーースメーカとーとしてはいいと思い思ますそれから予備校から受け取る情報が多い方が自分で能動的に勉強する時間は減らせます。だから、まあ えー、ボリュームが大きい口座はお金が高いですけども、まあ時間をお金で買うみたいな感じで、えー、予備校の口座をなるべく使った方が僕は効率的でいいんじゃないかという気はします。はい。まあ以上ですね。あのこれで、えー、どっちを選ぶプレミアムおは再チャレンジのガイダンスをこれで終了します。えー、頑張ってくださいね。あの全力で全力で駆け抜けるように頑張って早く早く。早く 着手してください。はい。それでは、これで終わりにします。お疲れ様でした。